こんばん、こんにちは。今日はツインプラネット感謝祭です。六本木 EX シアターにて。やばい、今めっちゃザ顔髪メイクするために髪の毛が邪魔にならないように全部のけてるからすごいよ。とっても村尾さん、ハートありがとう。応援電波 Thank you。どんな感じなんだろう、ほんと普通に対バンみたいな感じなのかな、わからないけど楽しみです。初めてなので。20周年ってすごくない？めちゃくちゃほぼ同い年みたいなもんよ。すごい。ベルシーお化け恨めしや、すごいね。20周年は初めてみたいで、どんな方がいらっしゃるのかっていうか楽しみですね。すごい20周年。同い年ってことはツープラさんのためで確かにためどころか大体同い年だから、正確なこと言うと私先輩おもろい。ゆんちなにハートありがとう。やばい、今日で10月のライブ終わりだよ。えぐない焼きそばパン買ってこいよって言っても OK か、そういうことになっちゃうね。やばい、早すぎる。今日起きて誰とも喋ってないくて、いつの間にかヒロになっちゃって、これかすがすなんだ。よかった配信つけてみんななんか喋って、私今おはようの第一声みたいな声してる。ターボーちゃんおばっけー、ゴンゴンおばっけー。水曜派、確かに水曜派、水曜日のおはよう。にゃんがおぱん、にゃはん、イエローだるま、ありがとう。朝からショールーム配信をずっと見ています。すごいね、休みってこと？いいじゃん。こんにちは、こんにちは。めっちゃいい時間ちゃん、もしかしてみんなのお昼休憩の時間ってこと？もしや、もしや、もしや。
配信終わってすぐメイク落としたのにまたメイクして、本当に本当に欲しい。あれないんだが、使おうと思ってるやつが。ピンクでいいか、オレンジをピンクに変更。よいしょ。吸い込まれそう。お、うわ、久々にピンクにした。この下の目、下の目、え、目の下、逆だったわ。パーソナルカラー分かんない。診断行きたい。数万円するみたいなんだけど、マジでする価値あると思うんだよね。なりたいって思ってる。よいしょ。なんだこれ、何のギフト。グレート、なんかさ、ティフのスカイステージみたいな柄してるね、このギフト。グレート、確かに明日ハロウィンで終わる、明後日からクリスマスムード。そうだ、もう一瞬でクリスマスムードになるよね。っていうかもうなってるしね、なってるとこは雑貨屋さんとかね。お昼ご飯、ご飯食べたい。早くメイクしよう。ご飯も食べたい。昨日の夜配信で言ってたお弁当を食べるんだ。結局ね、もう夜お風呂入ってすぐ寝たからご飯食べなかった。で、朝食べようって思って昼になっちゃった。食べる食べる。みんなはご飯に合う？うわ、今日下のアイメイクがもしかしたら上手な人。だけど、まあ全体をやってみないとわからない。まだ完成してないから。え、新品のアイラインなのにまた変じゃん。書いとこ、なんて書けばいい？開始。ちょっと応援してて。この前みんながいいって、みんなが喜んでた日のメイク、今日可愛いって言ってた日のメイクを頑張るんだけどさ、メイクをっていうか人こうって、ちょっと自分であんまできないんだよ。ちょっとやってみるから、ちょっと一瞬無言になるか。あ、そっちかいって。 ありがとうね、テロップ。
やばい、本当に無言だったかも。画家みたいな画角だって。まあ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 、やらないよりもいいか。でもプロにはかなわない。反対側、瞬きダメ、絶対。お腹すいた。よいしょ。よいしょ。よいしょ。書いてみたけどどうだろうな。うわ、まさかの左の方がうまくいった。右利きだから右がやりにくいのかな。ヘアアイロンも右が近くからやりにくくて左側の方がやりやすいんです。うわ、こっちの目はちょっとだけ近づけたかもしれない。お腹がグーってなっちゃってる。お腹空いたね。光なくて目が真っ黒。うわ、マスクラしてないやんけ。ご飯食べたい。私12時半には配信終わろうって勝手に決めてるんですけど、マジ応援応援。今はデコです。こんな感じ。ファイトーって、ありがとう。ファイトー。ふぉー、マスカラしますから。デコピスキピンツイートひにゃぽすしてくれてて嬉しかった。朝ひにゃぽす見るの趣味。髪の毛どこかに収納し、収納してる。メイクだから一旦。よいしょ。だからさ、ごめんね、だからさ、メイク配信。
つもラジオだったの。つけたところであんまり見せられなくて。あ、やっばやらかした。え、めちゃくちゃやらかした。あ、バカ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 、え、めちゃくちゃやらかした。まつげ、まつげ、まつげ上げるのは、え、そんなことある？こんなやらかし方ある？まつげ上げてから普通マスカラ、うわ、まつげ上げてないのにマスカラ塗り始めちゃったけど、もう始めたから一旦。え、ミスった。とっても、やっぱさ、慣れないことするとダメだね。配信で喋らないととか思ってさ、喋りながらやるとさ、まつげまだ上げてないのにもうやっちゃった。まあそんな日もある。まあ10月最後のね、皆さんにお会いできるイベントなのでね、ちょっとね、違うまつげでもね、アイメイクでもね、見せてこうって話を。そう、ってことは、でも左だけこんな変だから、ちょっと後でまつげあげよう。やってるわ。ちょっと目がちょっとメイクが違うかも。今日間違った順番あるかな。マスカラスタート、まあそんな日もある。やっちゃった。今日お外に出た人、今日の体感気温は、体感はどう？トレーナーの上に上着とかぐらいですかね。あー、やっちゃった。今気温が上がってる。昼はジャケットいらなさそう。なるほど。でも私が今着てるこのさ、薄い、口開いてるかも。さ、きっと寒いよね。ちょっと一旦今山手線乗ってるけど、ジャケット1枚パーカー1枚羽織ってる感じが多い。あー、パーカーの人はパーカーで、ジャケットの人は、あー、まあ冬だね、あ、秋だね。なるほどね。 ありがとう、わかりやすい。他の人のも見てくれて。何しようとしたっけ。そうだそうだ、北陸が、あ、北西、北風か。北陸じゃなかった、北か風でした。似合う、やった。これ初めて来た。
アイボリーカラーで可愛いです。こんにちは。チークしてるのに見えない。っていうか真っ黒結界。な、なにこれ。なんかすごい今日照明なんかチークがピンク見えないよね。なんしなんか黒目も光が入ってなくて真っ黒。なんかのっぺりしてない顔。なんで。なんでだ。可愛いのギフトありがとう。なんでだろうか。光だよね大体こういうの。チークが足りてない。チーク菓子作るってこと。チェキで撮った時みたい。確かにチェキで撮った時こんな感じだね。チークの色とかもはやないもん。確かにぽい。チビゴム買っても買ってもなくなる。買ってきたチビゴム。絡まらないチビゴム。いやネイルにチーク入れるの流行ってる。え、どういうことだそれは。色を入れるってこと？でもネイルって色入れてるよね。流行ってんだ。知らんやった。そんな、そう一回使ったらねこのゴムダメなの。だから100本入りでしょ。うん、なくなるすぐ。毎日さ使うか。そうなくなるの。確かにこんなに大量なのにって言われたら確かに。もうなくなるね。確かに100個あるから50日持ちそうなのに、ね、そう言われりゃ。髪長いねこっち。いや、七瀬とこっちゃんが同じぐらい長いんじゃないの。全然全然、私6センチぐらい髪この前切ったから全然だよ。多分こっちゃん七瀬が2人が一番長い気がするな。長いけど私もその長いか短いかで スーパー私は普通にまあセミロングって感じ。七瀬とかこっちゃんはまあロング、スーパーロングって感じな気がするかな。あ、そっか、普通の三つ編みじゃないってこと。でも編み込みの三つ編みできないし、このくらいにしようかな。あ、私の目標の時間だとご飯また食べられない。あ、ご飯食べたか。みんなのご飯は。髪の長さ比べる対決、おもろ。対決ってか横に並んだら分かるけど、下ろしてるときね、あの二人がね長い気がする。あー、ねねねね、配信終わるときさまつげあげるって言ってくれない？まつげあげないといけない。私まつげあげてないのにマスカラしちゃって、そのまつげをあげる道具を取りに行かないと。今 ここにはなくて。
まつげってちょっと今動けなくてさ、やばい、上げ上げ、でも上がるかな、マスカラ普通に塗っちゃった。確かにサイドポニーだったね。今日の服気合入ってる、嘘、これ本当？でも去年春頃にファンの方にいただいた服で、でも受け取った時にはもう夏だって、ちょっと長袖暑くて着れなかったので、今年ね、今長袖のシーズンになったので着させていただいてます。そう、受け取ったら時期がもう季節が違ったりしたら、ちょっと次のねシーズンになることはあるんですけど、大事に着させていただいてます。ありがたく。てか名前戻ってる、焼き芋食べた、ちょちょちょ、そうそうそう、検閲がね、早くそうなの。まつげあげますか、ナイス、ちょっとあげないといけない。この辺か、どう、結び目左右対称、うん、まあ対象。よし。いいんじゃない？で、ここ可愛くしたら OK。焼き芋。焼き芋。焼き芋だーだー、で、ここ、ここ、ここと、ここを可愛くして、これ、して、ここを可愛くして、まつげ上げたら、グッドグッドグッド、だー、ガブ、なんかあるよ、ナナさん、ガブ、あの、なんか最近よく流れてくる。あんま歌詞聞き取れないんですけど、流行ってる音源か。ちょっと目真っ黒、ここの画角チェキみたいなね、なっちゃってるけどね。いた、危な、こけちゃうとこだった。じゃあ終わろう、配信12時半頃終わるって。ちょっと待って待って、本当に、まつげ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 、まつげあげるやつ、ここに入ってんのかな、まつげ。今持ってたやつ、もしかして、いや入ってない、入ってない、なくしちゃった。忘れてたわけじゃなくて、まつげまつげって思っとく、まつげ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 、ちょっと待って、配信終わるとか言ったけど、やっぱり一瞬で終わらせたい、一瞬で終わらせたいよね。
った。無事まつげ入れた。名前書いてゆりが友達にもらったって言ってたやつ。大事よね。よいしょよいしょよいしょ。え、ちょっと本当にお腹すいたんだが。お腹すいた、お腹すいた。お腹すいたよね。そんなこともあるよね。これ昨日持って帰ってきたんだけど食べたい。うん、ヘアアイロン温まるまで。冷蔵庫入れてきた。お腹すいた。なんかこれ食べたい。もう時間ない。時間ないことはないんだけど、時間はあるけど髪の毛を一旦したいよね。え、親戚の会員の名前がまつげだからいつも反応してる。犬の名前でまつげっていうの、すごない？初めて聞いた。マジ。あ、今30分じゃん。待って、今もう30分余裕で過ぎてるかと思った。今30分ってこと？かぶってたね。外は寒いよ。お腹空いたな。ご飯そっちのけの配信マジ？あと10分以内には配信終わるから、ご飯に向けて出かけてても大丈夫だよ。っていうかご飯優先して。よいしょ。あのテロップに書いてるんですけど、私たちメジャーデビューが決定しまして、あの初めてのリリーベが始まるんですよ、11月から。それでね、オンラインのリリーベもあって、リミスターにて、それの個別サイン会、個別トーク会の申し込みが昨日ちょうど24時間前ですね、はい、12時にスタートしたのです。サイン会は宛名とサイン書かせていただいて、オンラインで配信しながら書いたり名前呼んだりするので、名前呼びながらあなただけ書かせていただきます。サイン会は特にレアだよね。うん、サイン会はめっちゃレアなので、ぜひ。でトーク会もね、ぜひゲットしていただけると嬉しいです。3周年の集合写真って書いてたけど、書いてなかったっけ？みんなが書いてたね。あのゆりがインスタのストーリーに載せてたやつさ、何で英語させて見つけたんだろう。ゆりぴのファンの方が作ってくれたのかな、ゆりぴスキピで。あの画像めっちゃいいと思って、ちょっとゆりに今日聞こう。あれめっちゃまとめ分かりやすそうだった。そう、かっこいい版とかわいい版で写真の種類が違う。あ、そうなの。まあ、リリーベがね11月から始まるばっかなので、あのメジャーデビューするのは1月ですので、まだまだあるわけですけれども、今回私は一旦かっこいい版担当ですね。ですので11月23日土曜日の2部でお待ちしております。あー、やっちゃった。かっこいいよね。いや違う、そういうわけじゃないくない？かっこいい版とかわいい版の
なんか収録曲みたいなのがあって、メンバーで交代交代していくんじゃない、このリリーベ期間。そういうわけじゃないのか、そういうことだと思ってるけど、そう、まあ、かっこいい福屋とお話ししに来て、かわいいがぶりっ子顔でかっこいいが決め顔。あー、なるほど、そういうこと、教え、そうなの、ま、上さんより先に教えてもろて、そういうことか、そういうことかもしれん。じゃあそうかもね、そうです。ぜひ申し込んでいただけると。ちょっと初めてのねリリーベリミスタでドキドキしてるので、実は私もみんな来てくれるのかな、どういう感じなんだろうかって。もしご都合が合う方はオンラインなのでね、どこからでも参加できるのでお待ちしてます。ここ完成したよ、サイド。よし、とりあえず両方申し込んだよ。ありがとう、嬉しい。まつげあげる。めっちゃかかった。お昼ご飯チョコパイ10個食べました。それ気持ち悪くならない？誕生日ってこと？めっちゃいいじゃん、チョコパイ10個昼ご飯とかご褒美だよ、めっちゃいい。ちょっと気持ち悪くなってないか大丈夫それそこだけ心配けど、私からしたらご褒美、昼ご飯食べてきた、いいね。やない、やない、でけた、でけた、でけたよ、でけた、でけた、でけた、グッド、これで。ブロック、グッド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 、もう勝ち、優勝した。じゃあ終わります。ちゃちゃ大将かわいいの言った、ありがとう、プレ。15位のぎん、14位 P13 位あつのり、12位よち、71位まびこじ、たぼう、9位カメレオン、8位ヨハン、7位グリーンウェル、6位チケシー、5位ゴンゴン、4位カイト、3位およよ、2位ベルシー、そして1位はドゥルドゥルケンちゃん、ありがとうございます、ありがとうみんな、イェイイェイイェイ。それじゃあバイバーイ、昼休みでしたかね、午後からも頑張りましょう。会える方は六本木 EX シアターにてお会いしましょう。会えない方はあのインスタとか TikTok を更新してるので、よかったらフォローや反応いただけると嬉しいです。それじゃあバイバーイ。